あーお疲れ様です。はい、今回はお疲れ様でした。お疲れ様でした。スパが変わったということで、はい、新規一点っていう感じですか。そうですね、はい、ゼロから、はい、まあ、この背番号に恥じないように、はい、また来年1年間頑張りたいなと思います。ありがとうございます。はい、どうですか、クライマックスファーストステージのあのシーンって。あのシーンは絶対負けたくないっていう気持ちで打席には立ちました。初球ストレート狙って。そうですね、もう、まあ、ストレートじゃなくても、はい、絶対初球は振ろうって決めて打席に立ちました。打ち瞬、いやー、まあそうですね、打った瞬間感触はあったですけど、思ったより、はい、打球は飛んでなかったですけど、はい、けどまあ、あの歓声で入ったっていうのは分かったので、はい、よかったです。どんな感じで入った瞬間のその歓声の聞いて回る瞬間って。いや、回ってる瞬間はそんなに、うん、なんかスポーッとかいうのはなかったですけど、まあ動画とかで見るとすごかったなっていうのは、はい、思いました。やっぱ改めて見た。見ました、あれは、はい、まあ、ベンチの雰囲気とかどうだったのかなってすごい気になったので、はい、すごい田村がすっごい顔して喜んで石川選手はシングはそうですね、なんか泣いてたみたいな話もあるんですけど。へ、藤岡のホームランで泣いたっていう場面をちょっともう一回ちょっと教えてほしいですけど助走なしに泣いてたんですね。助走なしでしたね。泣く時ってなんか泣くなみたいなのあるんですけど、ね、あ、はいはい、それが全くなかった。突然すごかった、マジで感動した。どうなんですかね、それ分かんなかった。そこまでは分かんなかったですね。本人は泣いてたって言ってたね。あ、じゃあよかったですね、はい、感動を与えられましたただね、ファイナルステージに負けてしまって悔しい思い、結果的にはあの山本投手を攻略できた中で、はい、うんうん、悔しく負けちゃったんで、まあ、いけるっていう雰囲気はありましたけど、まあ、これが、はい、まだまだ自分たちの力だなっていうのは痛感しました、うん、なんか佐野選手が一番悔しがったのが藤岡選手だと後日僕の教えてくれたんですけど、まあ、悔しかったですね。自分もずっと全試合こう CS も出させていただいて最後まで出たんで、うんうん、勝ちたいっていう思い、またこうマリンに戻ってきて谷尾さんのあのコールを聞きたいっていう思いはすごいあったんで、う、ね、うん、今でもすごい悔しいなっていうのは思いますね。来年にかける思いを最後に。そうですね、もう毎年ファンの方にはリーグ優勝日本一って言ってるんで、そろそろ本当にみんなで喜び合い分かち合いたいなっていう思いで、はい、来年1年間全力で戦えるようにこのオフ準備したいなと思います。きっともっとすごいんじゃない。そうですね、ここで胴上げできたら最高ですね。そうなれるように頑張ります。この辺かな。そうですね、このもうちょっとこっちかな、新生姜ぐらいか。まあこの辺ですよ、ね、この辺だろうね、きっと。どこでしょうね。ここから見たら結構飛んでます。いや飛んでるよ深いとこだもん。良かったですねもう一割以上のホームランないっすよね、多分ね。え、シーズン1本だったけどそれは言わないいや、ごめんなさい、そういう意味じゃなくて。そうですよ、はい、まあそこで打てたのは自信になりましたね。そうだね、はい、来年もそういう勝てる試合を増やしたいなと思います。よろしくお願いします、また来年も、はい、お疲れ様でした。